でも通知が来たから起きたよみたいな人もいるのかも。ありがとうございます。あ、おはようだって。おはよう、みんなおはよう。お盆いかがお過ごしですか。勝山しか片山たまたま起きてた本当。うわ最悪。あ、もういいか。あ、OK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 。早起きだね。仕事だって。うん。頑張って。今日から5連休だって。最高。いいね。5連休だって。おはよう。おはようございます。私は地元に帰ってきているんですが、なんか配信始めるちょっと前ぐらいから外でめちゃめちゃ鳥がなんかピーチクパーチク言い出したんだけど、これ聞こえてんのかな。エアコンの音で聞こえてないか。聞こえるこの音やばくない。なんでこんな泣いてるの。何が起きてるの。勝山でこの勝山で何が起きてるんだ。お腹すいたね。あ、これから出勤する社畜です。だって。え、でもあれでしょ、遅めの夏休みはあるよみたいな。なかったらどうしよう。会ってほしいよ。ご実家はいい感じですか。いい感じ。なんか、え、セミも鳴き出した。やばいやばいやばい、やめてほしいな、ちょっと。いやいやいや、やめてほしいな、ちょっと。うるさくない。え、夜勤明けたらゆいりちゃんのファンミ行くんだ。だって。え、今日ゆいりちゃんのファンミなの。大阪、大阪、違う、大阪この前か。よいしょ。あ、この声は寝る前ですね。だって仕事してんねん。仕事してんねん。やばい、ちょっとね、なるべく早く終わらせた方がいいなってっていうのをやってるんです。あ、すごい、この時間だと、この時間だと初訪問の方もちらほら、2度目の訪問の方もちらほら。あ、いいですね。よし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 、いいぞいいぞ。あ、無事起きれたのでお出かけしてきます。だっていいね。今日から今日明日帰省ラッシュありそうじゃない。わかんないけどありそう、帰省ラッシュが。私はちょっと前に帰ってきたので。うわ、なんだこれ、消しちゃおう。あ、おはよう。だってみんなおはよう。今日は8月14日ということで、今日を入れて15、16、17、18、19、あと6日で25歳です。わー、楽しみ。楽しみ。北陸新幹線に乗ってみたい。だって超便利だよ、めちゃめちゃ便利。あ、きょんちゃん、みやびちゃんの9月末の生誕祭とかは司会ですか。だって。いや、普通にゲストです。ゲストで出演させていただきます。申し込みはもう始まってるんだけど、でもゲストの発表はいつって言ってたっけ。今週、来週か、もうちょっとしたら
あのゲストが発表ということで、皆さんぜひ会いに来てください。待ってます。渋谷です。渋谷のなんとかなんテイクオフセブンかな、テイクオフセブンか、前回っていうか去年の去年のなんだっけ、ゆりちゃんじゃない、みやびちゃんの、うわ消しちゃったんだ私、最悪、作業しにく去年のみやびちゃんの生誕イベントをやったところと同じ会場です。これを 1,2,3,4 枚を復元したいわけ。え、これ復元よし OK。 あ、ミスター社交辞令さんが星くれた、ありがとう、ありがとうございます。やばい、本当にずっと鳥が鳴いてる。水色、黄色、緑、水色、黄色、緑、ちょっとこっちだ。そう、待って、これサムネイルがさ、あれなんだけど、来月の、いや来月会える日結構いっぱいあるんですけども、15日に秋葉原の UDX シアターで生誕祭をさせていただくんですね。でそれの今もうセットリストも決まって、もうゲストも決まったので、無事になので、それの歌割りをね、今ねせっせこせっせこ書いているところでございますよ。書いているというか決めているというか。あ、きょんちゃんおひさだよ、だって元気、みんな元気であるか、もうちょっと薄くていいな。大変です、本当に曲数が多くて、え、私マジ覚えられないんじゃないかと思うんだけど、大丈夫かな。いや多分無理なんだよ。いや覚えるんだけどさ覚えるんだけど、と一部がリクアワで、二部が生誕祭です。私のツイッターかインスタのストーリーにページのやつが載ってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あ、仕事忙しくて夏バテ気味だよ、だってきょんちゃんも体調気をつけてね。ありがとうありがとう。体調は大丈夫だけど本当に虫刺され虫刺されパラダイスって感じ。なんでだろう、毎年あんまり刺されてる記憶ないんだけど、今年めっちゃ刺されてさ、で昨日もお墓参りでめっちゃ山奥に行ったのね。だからめっちゃ虫除けスプレー振りかけて行きました。だから昨日は多分ねそんな刺されてないと思うんだけど、どうなんでしょう。これと黄色、やばい、これこういう配信してるとさ、思わずちょっと口ずさんじゃったりさ、曲を言っちゃったりしそうで怖いですね。え、でもさ、グッズの打ち合わせとかもさ、何連絡取りながらとかさ、これのデザインで確定しますとかさ、こういろいろやり取りを今しててさ、早くもうね発表したい。もうグッズがちょっと可愛すぎて困ってる。天才かも。いや、わからない。みんなが欲しいと思うかどうかはわからないけど、
私では欲しい知らんがなだけど、私はとっても欲しいです。でピンク紫か。あ、初見さんが勝山しか片山、ありがとうございます。今日勝山あれなんですよ、今日勝山花火大会なんです。ワク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 。あ、おはようだって。みんなおはよう、元気？よしよし。いやー、このさ、歌割り決めるのさ意外と難しくてさ、何みんなのバランスとかさ、コールのことを考えたらソロが多い方がいいよなとかさ、なんかさ2人の歌割りとか多いとさ、どっちの名前コールしたらいいか分かんないじゃん。だからせっかくゲストもたくさん出てくれるからソロ多い方がいいよなとかさ、難しいんですよ。偉いよね、考えてるの。10曲分考えなきゃいけないんだよあ、祝後半マスターありがとう、ありがとうございます。あの、ごめん全然違うんだけど、デニムをさ持って帰ってきたつもりだったんだけど、多分デニムなんか重いじゃん、重いしかさばるじゃん。だからさ、荷物ちょっとでも軽くしようと思って持って帰ってきてないんだよね。ちょっと失敗したかも。なんか全然なんか、いや他にも履くやつはあるからいいんだけど、いいんだけどって感じだよね本当に。50、あ、紫、あ、青、あ、細っ、あ、ダメだな。あれ、さっき私どれでやってたのかしら。あ、これでいいか。すごい、あ、そう思うの、いっぱい、ここまで、ここまで。誰だっけこれ、ピピピピ、失敗した。でもこの歌割りを決めるにあたってタブレット使ってるんだけどさ、タブレットでこう何写真撮ってっていうか、写真撮ってそれに書き込むみたいな、ちょっと仕事できる人の気持ちです。別に仕事できないんだけど、対してさっきどれ使った、この辺だ。あー、めんどくさいな。あー、ダメだ。ダメ。ちょっと待って。ペンがダメだ。いや、分かった。これを、あ、間違えた。みんな、お盆は、あれなのかな。ご実家に帰ってる方とかが、やっぱり多いのかしら？みんなのお盆はどんな感じ？あ、しごできってコメント来てた。ありがとう。おはよう、みんなおはよう。外の鳥は一体いつ鳴き止むのかしら。あれ、ペンが違う、これだ。
れ様です。お疲れ様です。あ、今日は仕事です。行ってきます。だって。頑張って。で、これを。ああ、じゃあ。ああ、そうか。ちょっと大変だな。あ、わかったぞ。こうだ。できた。出張終わりでちょうど今東京戻ったら配信の通知来てて嬉しい。だってやった。でも久しぶりの配信がこんな早朝で世界中の人間がびっくり。黄色は OKOK。昨日親戚のことはあったんだけどさ、昨日っていうか、え、なんか最近さ、年下の子と会うことが多くて、年下の子っていうか高校生とかさ、高校生、小学生、あ、ちょっと待って、あー、うまく使えないよ。あ、動いた。いや、高校生も可愛いし、小学生も可愛いし、小学生の子たちさ、3人同時にさ、バラバラのこと話しかけてきたりすんの。可愛いよね、めっちゃ可愛いよねっていうか、何、その周りの状況がどうのじゃなくて、本当に伝えたいんだろうなっていうのがさ、伝わってくるよね。いつからさ、あ、他の子が喋ってるから自分は話すのやめようとかさ、空気を読み出すんだろうね。なんか小学生見てめっちゃいいなって思った。めっちゃいいなっていうか、よし、うわ、やばい、私めっちゃうまいかも。待って、こんな分かりやすい歌割り作れる人います？この世に。あ、おはよう。で、なんか小学生とかってさ、あんまり人見知りしないじゃん、人見知りしないじゃんっていうか、人見知りする子はするんだろうけどさ、なんか「ヤッホー」みたいな「何年生?」みたいな聞いてさ、なんかそっからはなんかもう全てを教えてくれるじゃん。なんか、なんて言ったらいいんだろう、一気に何、距離が縮まるというかさ、あんまり敵対心をも持たれない。あっちからいっぱい話しかけてくれるから嬉しい。それが可愛い。めっちゃ朝の準備をしている。勝山しか、片山ありがとう。あ、おはよう。だっておはようございます。あ、やばい。え、親戚とかと会ってさ、待って、私ってお盆玉渡さないといけない年齢もしかして？
そんなことある？それはちょっとって感じだね。疲れた、もう寝たいよ。でもやらないと。これあれだ、20秒以上喋らなくなったら寝たんだなと思って最悪。いや、良くない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 。やばい、初訪問さんが多くてありがとうございます。よっちんさん、おはようだって。おはよう。エアコンの温度を27度にしてみた。でこれで、これはもうずっとオールでいいんだよね。いや、いいんだいいんだ、オッケーオッケー。間違えた。おは、え、これさ、あ、やばい、どれぐらいの人数の人が、あ、ちょっと待って、オッケー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 。これずっと喋ってるけど聞いてくれてる人いるのかな。この曲はどこだっけ、これだ。あ、そういう分け方をしたのか。 OK。 あ、おはよう。みんなおはよう。え、これもしかしてもうちょっとふと、あ、そんなことなかった。よし。間違えた。あ、間違えた。おはよう。みんな。おはよう。え、待って、6時半ってさ、ちょっと誰か一緒にラジオ体操しようよ。うわっ、ごめんなさい、うるさいね。あれ、これ何が起きた。やめて。あ、オッケーオッケー。ラジオ体操の時間じゃん。え、誰か6時半からやろうよ。だって今日もどこかの小学校とかでさ、今日は何々県のどこどこ小学校の皆さんとみたいなさ。あれ、なんか昔ってさ、なんかラジオ体操なんか集まりあったはずなんだけど、小学校でもうなくなっちゃったのかな。え、
なんでできなくなったの？本当にやめてほしいんだけど、本当に本当に本当にやめてほしい。本当に本当にやめてほしい。よし。仮眠終わってめっちゃ眠たかったけど、京香ちゃんの配信始まって目覚めた。だってありがとう。ありがとう。あれ、なんでそんなことになる。まあいいや。オッケー。オッケー。シュッ。シュッ。うわ。おはよう。なんでだ？なんでそんなことになる？あ、わかった。ここがついてるからか。あれ、違った。違った。全然違った。え、全然違った。難しい。やめてください。え、みんな食欲ある？うわ、なんで？本当になんでだろう。まあいいや。あ、コツをつかんだぞ。つかんでなかった。うわ、朝ごはん食べてきました。だって何食べたの？作ったのかな、自分で。うわ、やはり天才かもしれない。私はもしかしたら天才なのかもしれない。で、これでちょっと待って、あ、間違えた。いらないか。昨日作ったチキンのトマト煮でございました。おしゃれめちゃめちゃおしゃれ。いいな。いや、これいらないか。いらない気がしてきた。やめた。
いいね、いいね。やば、ラジオ体操したいな。ラジオ体操したいな。めっちゃいいな。素敵じゃない？ラジオ体操。みんなで、みんなでリモートラジオ体操。超面白いと思うんだけど。よし、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 よし。あ、おはよう。緑。朝活だって。そんな感じだ。黄色。みんなでラジオ体操して神社の周りを一周走るっていうね。あれ、私これさっきこんなんで合ってたかしら。あ、合ってるんだ、合ってるんだ。オッケーオッケー。難しいですね。あ、おはよう、おはよう、おはよう、アンニョン。誰か親戚とか同級生とかと集まった人いない？あ、これもさっき作ったぞ。これだ。211211。お疲れ様ですって来てた。ありがとう。あ、週末実家帰るだって。楽しそう。いや、私ももう実家なんだけどさ、なんかお盆ってさ意外と予定ないように見えて、意外と予定あるよね。あと携帯触れないよね、なんかみんなといるとさ。あんまりその隙がないというかさ、あんま一人だけ携帯触ってるのもちょっとねとか思っちゃってさ。いいね、いいね、いいね。あ、おはよう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 。あ、すぐ仲悪いだ。うん、まあいいか。あ、帰るところがあっていいなぁだって。どうしたん？話聞こか？使う場所合ってる？朝から切ない系コメントだ。
できた。いや、できてないんだけど。あ、間違えた。あーねー、なんでこんなことになるの。本当にやめ、本当にやめてほしいんだけど、なんで、なんで本当にそんなことするの。イライラしちゃうな。イライラしちゃうな、本当に。あ、オッケーオッケー。よし。地元では行方不明扱いだって。え、どうやったらそんなことになるの？それ話せる範囲でいいんだけど。話せる話せる範囲でいいんだけど。でも普通に、え、でもさ、高校卒業してさ、高校の時は全然仲良かったのにさ、卒業した途端に本当に誰にも連絡返さない子とかいるじゃん。音信不通になる子いるじゃん。それと似たような感じ。それも違うのか。あれ何なんだろうね。なんで返してくれなくなるんだろう。悲しくない？全然会ってもないのにさ、なんかしたかなって思っちゃうよね。あれあれ、なんかしたかな。いやでも会ってないしなみたいな。謎だよね。勝山しか、勝山ありがとう。可愛いアバターの方だ。数名としか交流ないからだと思う。だって、え、じゃそれでさ、それで行方不明扱いってさ、ね、もうじゃその人たちはもう隔離されてるの。数名会ってるんだったらさ、さすがに「ああ誰々なら会ったよ」とかなりそうだけど、それでそれなのにさ行方不明扱いされてるってさ、どういうこと？あ、いる、同じ部活のやつに誰も連絡取れなくなったのいた。え、ね、あれ何？あれ何？でもさ、グループにはさ、グループの既読はつくのよ。既読の、そんなにグループの人数からさ、そのマイナス1、その自分は含まないからさ、その10人グループだったらさ、既読は9つくわけじゃん。なんかそういう状況にはなるから、あ、読んではいるんだみたいな。でもいや、返信はし来ないなみたいな。でこの何、卒業してからのさ、こう集まりみたいな何回かあるじゃん。やっぱ年末年始とかさ、お盆とか何でもいいんだけどさ、一回もその子だけマジで来てないなみたいな。まあいいんだけどさまあいいんだけどさ同じ部活のやつら今まさにわし以外でみんなでキャンプ行っとる。だってえ、それはあれでしょ、別に省かれてるとかじゃなくて、仕事忙しいからでしょ。ごめん俺行けなくてみたいなことでしょ。よし、ああここだけやった方がいいのか。ああなるほどね。あ、おはよう、おはよう、おはよう。きっと仕事だろうからって声もかかりません。だってでも何年もさ、何年もなんか、何年もっていうか何回もお誘いもらってて、それ全部もうさ、あごめん仕事でってなっちゃってたらさ、もう誘うのも申し訳ないかって
なっちゃうよね。難しいよね。でもしょうがないよな。わ、この曲踊ろうか迷うな。いや待って、でもめっちゃ綺麗に書けた。天才かもしれない私。そうだから私はみんなと遊びたくて暇アピールしてる。暇アピールでもないけど、なんかもう全然いつでも誘ってくださいみたいなノリでももう全然みたいな、もういつでもマジで飛んでいきますみたいな。夜中でも全然、夜中は困るけど。それ俺のこと言ってる。だって何回も断ってたら誘われなくなった。だってそれは断ってたのは仕事で、仕事でなのか、シンプルにそんなにでもないなみたいな、そんな行くほどのあんまりじゃないなみたいな。転勤3回超えたら連絡するの面倒になった。だってああ。だから普通にだから地元にもそもそもそんな帰ってなかったってことか。いやこれ難しいな。うん、どうしようどうしよう、ちょっと待って。あ、何にも書いてないのか。ボール、わあ、何で書こうかな。赤色とかにしてみるか。おはようだって。おはよう。違うねこれ、絶対違うぞ。こっちだ。これさ、2番のさ振りなんて誰が覚えてるって話なんだけど、いいよね別に。あ、わかった。あ、すげえ久しぶりな気が。だって初見さんがコメントをしてくださった、ありがとうございます。誰推しですか？わからない。あ、待って、みんなラジオ体操始まるよ。ちょっとラジオ体操、みんなで一緒にリモートラジオ体操しない？てん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 、コピーして、コピーして、ここにペーストや。あ、最悪。なんで困っちゃうよ。前の私のグループにいた時を知ってくださってるということ。やばい、ラジオ体操始まった。やばいやばい、30分だ。はい、みんな位置について。位置とは、うわ移動できない、なんでだ。どんなんだっけラジオ体操って。2番の音しか出てこないな。テンテレテンテンテレテンテテテテテンテテンしか出てこない。絶対違う。てん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 、それだ。うわ、できたこれ。よしよしよし。
本日は茨城県のひたちなか市から中継だそうでした。すごい、お盆のこんな大変な時に。え、でもさ、ラジオ体操、え、あれピアノは別にあれか、生演奏じゃないか。だって生演奏だったらテンポキープするの難しいもんね。うわ、めっちゃファン頼みたい、ファン頼みたいよ。ラジオ体操のアナウンサーさんめっちゃいい声じゃない。仕事で毎日やってます。だってでもめっちゃ、だってラジオ体操ってめっちゃ効率よく全身ほぐせるらしいよ。だから朝昼晩1回ずつさ、こう第1第2全力でやったらめちゃめちゃ可動域とか広がって代謝良くなりそう。ラジオ体操のイントロ聞くと流れ星のネタを思い出す。だって、え、どれだろう。私肘神様しか知らんかも。肘なんだっけ。あー、ありがたやーのやつ、あれしかわからないな。え、なんでここに来て急に。あ、筆圧の話か。筆圧の話とかやめてよ。うわ、筆圧の話とかやめてよ。いや、 iPad って頭いいよね。びっくりする。なんか力入れて書いたらさ、濃く出るしさ、薄く書いたら薄く出るしさ、で立てて、こう何、ペンを立てて書くと細いし、寝かせて書くとこうなんか塗りつぶしみたいな、本当に筆で書いてるみたいなのになるしさ、すごいよな。お、あ、いいね。ちょっと強めに書いてみました。やばい、そろそろラジオ体操第一終わるんとちゃうか。でも私第二の方が好きなんだよな。てってってって、違うわ、私が好きなのどれだっけ。なんか肩から、なんか第二の、え、そのさ、第一とさ第二のさ間にあるさ、ちょっといつもなんか、いつもなんかあれローテーションなのかな、わかんないけどさ、するやつあるじゃん、あれいいよね。日によってさ、よくわかんない、前ももほぐすのとかさ、首ちょっと動かすのとかさ、あるじゃん、あれいいよな。よし、できた。あ、おはよう。わかる、仕事でアップル使うようになってやるなこいつって思う。アンドロイドユーザーはいい。アンドロイドユーザーはいい。いやー、アップル、一個アップル製品買っちゃうとさ、あのエアドローとか使えるから本当に便利だよね。あれ、私これサビだけ踊るにしたんだっけ。ああ、ああ、プラン1ってことにしとくか。プラン1。あー、お腹鳴る。うわ、どうやって書こう。まあいいや。あ、ちょっと違う。
あ、よし。あ、間違えた。ラジオ体操やってる人いる？よし、できた。いや、横に長いか。横に長いね。やめましょう、やめましょう。かける。2個。OK! でも、いや、聞いたよ。最近、もう、なんか、ラジオ体操とかもあんま、なんか、やらなくなってきたっていう情報も聞いたりしていますが、実際のところはどうなんでしょうか。そんなにもう本当に何大変じゃん。なんか朝早く起きてっていうか、その係の人っていうか、こんなにあのスタンプをしてくれる人が大変だから、もうやめませんみたいなもうやめませんみたいな、なんか感じになってるっていうのは聞いたんだけど、それはあれなのかしら、もう勝山市だけなのかしら、全国的にもうそうなっているのかしら、気になるところでございますね。あ、できた。できた。よし。あ、間違えた。オブジェクト。K。K。ああ、とってもいいですね。困っちゃうぐらいいいな。で、これはじゃあ黒、あ、間違えた。黒にして、感想の、あ、文字がでかい。ラジオ体操行ってもらったスタンプ集めるとマックと交換できたよ。え、それどこ、そんなんなかったよ。ラジオ体操、あれ、そんなんあった、いや、ない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 。なんか毎日行った人がなんかすごい簡単なちっちゃい賞状をもらえるみたいな、そんな感じだったような気がする。なんか A4 の4分の1ですみたいなさ、ちっちゃすぎか、それは。希望、かっこ希望にしとく。かっこ。あれ、これって M5 じゃない？いや、多分そうだよね。希望を、あと、なんだっけ、最後は、まあ、集まらなくてもいいか。まあいいや。あ、商品券もらった記憶だって。昔はなんかそういうなんかあれなんだね、割と
物がもらえた系交換とか。最後に、あ、間違えた。集まるってことにしとこう。よし、うん、でこれがプラン A だ。プラン B は、え、ラジオ体操もう終わってるじゃん。ラジオ体操もう終わってるじゃん。まあ YouTube であるからな、いつでもできるんだけどさ。あ、きょんちゃんの声でお目覚めです。だって最高の朝じゃん、それ。もしかして、あ、間違えた、あ、間違えた。よしよし、 OK。 いやで、これでここに書くか。待って、いとこさ、今週来週ぐらいに多分出産なんだよね。元気かな。確か8月中にだったような気がする。あれ違うかな、あれ忘れちゃった。夏の出産ってしんどそう。夏の出産っていうかさ、いやでも別に、いやでもだって生まれたての子ってさ、あの何、抱え、あれなんていうの、ベビーカーじゃなくて、あのこの抱え、なんていうの、わかる、このおんぶの逆、このだ、あ、抱っこひもか、抱っこひもさ、暑い時やばくない？そうなんです、めちゃめちゃめでてえんですよ。え、いとこの子って何になる？私からすると。別に何の呼び方もないか。なんか、むずいよね。でも、兄弟同士が一緒、ん？親同士が兄弟だといとこ。で、その親のもう一個上、だからおじいちゃんおばあちゃんとかが兄弟だとはとこでしょ。では、いとこの子供、なんだっけ？おむつ大量プレゼントよ。え、ね、おむつとお尻拭きはきっともういくらあっても困らないだろうという勝手な予想だけど、何あげたらいいか分かんないもんね。スタイって言うんだっけ、あの首にかけるやつとかは便利そうだけど、とかお洋服とかもさ、多分ちっちゃい子はすぐ大きくなるから、そういうのもいいのかもしれないけど。めでたいね、母子ともに健康に生まれてほしい、本当に。1、あ、間違えた、はい、OK。 1、よっしゃ、できた。字がちっちゃい、ちょっと大きくするか。はいはい、どうですか、どうですか。いや悪くない悪くない悪くない、うん、
重鉄とか言うよねって来てた。重鉄、重慶市って Google 先生が言ってる。じゃあ重慶市が生まれるってこと？ん？重鉄、重慶市。女の子だったら重鉄、男の子だったら重慶市。あれどっちだっけ、男の子だったような気がする。重慶市かな。やば、めでてー、めでてーなわ、これどうしよう。これだって1番と2番でさ分けるとさちょっと大変じゃん。悩ましいな。わ、でもこの曲久しぶりに歌えるの結構嬉しいかも。うん、これさ、あんまいいや。あ、いいよ。あ、いいよ。これだけなんか字ちっちゃいな。これだけ字ちっちゃいな。大きくするか。大きくってどっちすんの？こっちすんの？違うじゃん。え？違うじゃん。え？違う。え？サイズ変更。あ、できたできたできた。できたできたできた。できた。すごい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 。よし。サイズ変更。あれ、斜めの線が、あ、出てきた出てきた。よし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 。ねえ最悪、なんでそんなことするの。ねえなんでそんなことするの。ねえ最悪、なんでそんなことするの。よしよし、なんで、うん、諦めるか。あ、そうだね、聞きたいことあるんだった。今月のさ、あ、でも出てるわけないか。いや、そんなことないか。今月のさ一番最後の週のさ劇場公演の日程ってもう出てます？ちなみにメンバーとか出てたりします？出てるわけないか。いやでも出てそうじゃない？え、絶対出てるでしょ。わかんない、メンバーはあれか。うわ、なんでこれ一緒になってくれないの？まったく。え、なんでだ。おお、だってアンニョン、アンニョン、え、アンニョン。だって今さ、あのラスト、今の劇場、今の劇場
最後のやつやってるじゃん、先輩がで出演してくださるやつやってるからさ。あ、ダメだ、うまくできない。諦めた。まあいいやろ、めっちゃ困らなくなった。あ、まあいいだろ、まあいいだろ、オッケーオッケーオッケー。疲れちゃった、何にもしたくないもう。よし、諦めないで。名称設定だって、あ、これこれこれ、名称変更、歌は、あ、OK、1だよ、1OK。 あ、おはようございます、おはようございます。あ、声で分かった、だって嬉しい、ありがとう。まだ出てないよ、8月19日までしか出てない、ありがとう。じゃあメンバーの誰かに聞いてみるね。メンバーの誰かに聞いてみよう。さすがに多分その外に公表されてないだけで、まあ、それ決まってはいると思うんだよね。1234、あれ、これで合ってる、1、2、3、ああ合ってるわ。こんな歌、なんだこんな、なんだこの歌。なんだこの歌。あー、ちょっとサイズがあれか。いや、うん、もうちょっと大きくていいな。ちょっと大きくていいな。OK、OK、あれ、反応しません、なんでやろか。できました、ありがとう、アップルありがとう。よし、勝山しか、片山、うわ、囲えないだと。できた。あ、これちょっと待てよ、これここは合わせないといけないじゃんね、じゃんね。あ、まあでもこんなもんか、言うてこんなもんか、こんなもんだった。だけこっちにして、これもちょっとだけこっちにずらして、こういうことですよ、そういうことです、そういうことです。でこれがどう考えたって、これがどう考えたって、まあいいか、いやちょっとだけ、これずれてんの、ずれてんの、
曲。いや本当に生誕祭いい曲しかないな。頑張る、本当に頑張る。久しぶりに根性って感じ。いや常に根性なんですが、人生できた。もう7時だよ。私何時から配信してます？でも6時前とかだよね多分。5時50何分とかそんぐらいからだったような気がする。あ、おはようだって。おはよう、朝早いね。そうなの、頑張っている。あ、5時44分だって。ありがとう。生誕本当に楽しみすぎて生きがいだって。ありがとう。ちょっとみんなの期待を裏切らないように頑張ります。でも現時点では本当に結構いい現時点では本当に結構いいです。グッズもいいです、曲もいいです、歌わりもいいです。よし、 OK。 あ、え、ねえ皆さん甲子園見てますか？福井県もう負けちゃったんだけどさ。あれ今もう2回戦だっけ？昨日あれ見たんだよね。たまたまなんかさテレビリビングでついててさ、智弁和歌山と秋田かどっかの高校めっちゃ延長でさ、延長ってノーアウト1・2塁から始まるんだね。ヒリヒリするねそんなの。でなんか多分初勝利、甲子園初勝利みたいな、なんかそう、智弁和歌山勝ってましてじゃない、智弁和歌山負けちゃってたんだよ。仕事で全然見れてないだって。そう、私も全然情報をゲットできてなくて、結果だけ知ったかも。そう、北高残念だったよね。1対7点とかだったような気がする。え、ってかごめん、パリーグマジック点灯してるよね。マジック点灯、マジック点滅なんだっけ。早くないですか？もう1週間ぐらい前からさ、マジック点灯してるよね。どこのチームか忘れたけど、ソフトバンクだっけ、日ハムだっけ。いや多分ソフトバンクだな。よし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 。北高って読むのだって。北陸高校は略して北高なんで、北高とは言わないな、北高っていう。でも普通にやれば北陸高校です。あ、ソフトバンクだって。ソフトバンク強すぎ、西武弱すぎないよだって。なんかやばかった気がする。ソフトバンク独走なのか。あら、そうなのか。頑張ってほしいね。よし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 。ここがオール、オール。いやセリーグ応援してるんですけどね、セリーグっていうか中日応援してるんですけど、この何 1,2,3,4 あれあんまちゃんと見てないな。 1,2,3,4 で5位が中1で6位がヤクルトなんだけど、その中日はあんま勝てなくて、
でヤクルトはチビチビ勝つみたいな感じだから、この何中日とそのもう一個上の4位とのゲーム差はどんどん離れていきつつ、でもヤクルトとのゲーム差ちょっとずつこう縮まってるみたいな、一番良くないパターンね。頑張ってよ。え、てかあと6日で私が誕生日ってことは立浪監督もあと6日でお誕生日ってことです。おめでとう立浪監督、おめでとう。あ、おはようだって。おはよう。自分で設定したけど我ながら可愛い定型文だよね。なんかみんな絶対眠いのにルンルンで朝を迎えてるように感じるコメントだ。なかなかいいですね。これがちょっと待って、違う違う違う、これがそうちょっとあんま喋ったらダメです。あんまり喋ったらダメですよ。わ、どの色使ってたか忘れちゃった。これだっけ、違うわ、間違え、あ、ごめん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 、間違えちゃった。これだ、これのこの辺の色だった気がする。あれあれ違うかも、あれ違う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 かも、これだ、これか、いや違うかも、何でもいいか。これですよ。あー、いいですね、ありがとうございます。こことおいいね。おはよう。わあ、これどこだったかな。うわ、全然覚えてないわ。ダメだね。全然覚えてない。いや、ちょっと待って、これはちょっと聖書じゃないから、これは聖書じゃないから、頭使うやつだ、これと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 、あれ、あとこれは違う、これも違う、これも違う、よしよしよし、これは誰だっけ、あ、紫だ。うん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 、いいぞいいぞいいぞ。1211。あれ、これは黄色だ。うん、黄色か。あ、生誕祭の遠征費稼いでくるかだって、行ってきますって。頑張って。お盆労働手当欲しいよね。お盆労働手当みたいなないのかな。ないか。そんな。頑張ってね。
今日も元気にいってらっしゃい。待って、私もちょっと頭使うフェーズに来たから配信終わろうかな。でも配信終わったら寝るくない？これ、これ配信、ってかこの部屋眩しくない？ちょっと待って、この部屋眩しいよね。あれ豆電に、まあいいか、あ、でも全然大丈夫そう。ああ、何にもしたくねー。じゃあちょっとランキング読もうかな。4時44分、1時間、あでも言うて1時間言うて1時間ちょっとぐらいな感じ。あでも割とあれ、今みんな続々と起き始める頃ってこと？起き始めてくるって感じ。待って、スイカ食べたい。え、昨日親戚といっぱい会ったのにスイカ出てこなかったな。なんでだ。自分で買いに行けということ？よし、終わろう。もうちょっと頑張って寝る。8時までには寝れそう。頑張っちゃうぞ。ランキング読みます。13位サニーハイランドさん、ありがとう。12位がキュービストさん、ありがとう。11位がスコットさんだ、スコットさんありがとう。10位がフォーコさん、ありがとう。9位がさゆちゃん、ありがとう。8位がピースさん、ありがとう。7位がハリーの道楽さん、ありがとう。6位が、あ、ゴンタさんだ、ありがとう。5位がリオちゃん、ありがとう。4位天野さん、ありがとう。3位クラスゾキさん、ありがとう。2位がミスター社交辞令さん、ありがとう。そして1位がカイくんです。ありがとう、みんなこんな朝早い時間に。せっかくのお盆休みの人もいたと思いますが、もし通知で起こしちゃっていたらごめんなさい。お仕事の人は頑張りましょう。私も頑張ります。では、あ、開始ありがとうだって。ありがとう、みんな素敵なお盆をお過ごしください。じゃあみんなまたね、バイバイ。え、どうしよう、これやばい、誕生日前最後の配信とかだったらどうしよう。いや、ちょっとそんなことないように調整します。調整っていうか、そんなことないようにが頑張りたいと思います。じゃあみんなおやすみ。24歳のタダちゃんでした。またねー。バイバイ。おはーだって素敵な一日を。